今回はまかないのチキンカレーとレモンライスの作り方を紹介します。緊急事態宣言が延長になり、不安やストレスが高まり、心や体のバランスが崩れている方も多いのではないでしょうか。そんな時は健康効果の高いウコン、ターメリックを使った料理がおすすめですよ。ターメリックは命のスパイスと呼ばれ、インドや欧米では予防医学の効果があると言われ、漢方に使われています。そんな美味しくて免疫力もアップするウコン、ターメリックを使ったチキンカレーのレシピを紹介します。それでは作っていきましょう。鶏胸肉を食べやすい大きさにカットします。鶏胸肉にはイミダゾールペプチドが多く含まれていて、疲労回復効果が期待できます。さらにオメガ3脂肪酸が豊富で、低脂肪、高タンパクで必須アミノ酸のバランスが良く、良質なタンパク質が摂取できます。肉は斜めにそぎ切りにして繊維を切ることで食べやすくなります。そうしたらヨーグルトを大さじ2から3入れて鶏肉につけます。肉をヨーグルトにつけると、ヨーグルトに含まれる乳酸が肉の繊維菌をほぐし柔らかくしてくれます。さらに肉の臭みを抑えてくれ、味もまろやかになります。同時に乳酸菌も摂取することができます。これを最低30分は漬け込みます。人参2分の1本をすりおろします。人参を皮のまますりおろすこと、栄養を余すことなく摂取できます。にんにくを2個みじん切りにします。包丁で叩いてからみじん切りにします。玉ねぎを1個みじん切りにします。切れたらにんにくと一緒にしておきます。生姜もみじん切りにします。これはウコンです。見た目が生姜そっくりです。生姜よりも黄色が強いです。ウコンはできるだけ細かくみじん切りにします。大きいと苦みが強くなります。ウコンではなくスパイスのターメリックを使っても OK です。生姜と比べてみたけど、あんまり変わりはありません。ウコンの方が少しだけ黄色が強いくらいでした。鍋大さじ2から3人のココナッツオイルを入れます。なければバターなどお好みの油でどうぞ。オイルが溶けたら、ニンニクと玉ねぎを入れて炒めます。生姜も入れます。次にウコンを入れます。ウコンは苦味が強いので、少量を入れます。小さじ2分の1くらいです。そうしたら全体を混ぜ合わせるように炒めます。おろした人参も入れて炒めます。ここから時間をかけてじっくりと炒めます。ヨーグルトにつけた鶏肉をそのまま入れます。
軽く鶏肉を炒めます。トマトジュースを入れます。トマト缶でも OK です。トマトジュースを入れることで煮込む時間を短縮できます。鍋を変えました。塩小さじ1を入れます。カレー粉を小さじ2から3入れます。ウコンを入れなかったときはここでターメリックを小さじ1/2入れます。スパイスだけで作るなら、ガラムマサラ小さじ2、クミン小さじ2、チリペッパー小さじ1/2を入れるといいです。カレー粉を入れたらよく混ぜて、蓋をして弱火で10分煮ます。10分煮たら味を整えます。オイスターソース大さじ1を入れます。なければ普通のソースでもいいです。牛乳を 50cc 入れます。塩小さじ1と胡椒を振りかけます。練りごまを大さじ1入れます。他にピーナッツバターを入れてもいいでしょう。これでよく混ぜ合わせればカレーの完成です。レモンライスを作ります。ご飯 300g、 ニンニク小さじ1、レモン汁大さじ2、ウコン、ターメリック小さじ1/2、パセリ適量です。鍋に大さじ1の油を入れ、ニンニクを炒めます。ウコンも入れて炒めます。ウコンをしっかりと油となじませます。ご飯を入れて炒めます。レモン汁を入れます。胡椒を振りかけます。すべて混ぜ合わせたら皿に盛り付けます。カレーとサラダを盛り付けたら、彩りのパセリを散らせます。カレーにコーヒークリームをかければ完成です。
今回はウコンを使ったまかないのチキンカレーとレモンライスの作り方を紹介しました。詳しいレシピとウコンの効果はブログに書いていますので見てみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。